今日の西日本、東日本は日差しと南からの暖かい空気によって気温が上がり、最高気温は30度以上の真夏日のところがありそうです。湿度も高く蒸し暑くなるため、熱中症にご注意ください。今日これからの違法です。西日本、東日本は晴れるところが多く、関東など今曇っているところも日が差してくるでしょう。ただ山沿いでは夕立がありそうです。北日本は雨のところも次第に止むでしょう。 週間予報です。明日は晴れ間の出るところが多くなりそうです。日曜日は名古屋や福岡は朝まで雨でしょう。天気予報でした。